もですね、第5スタジオよりお送りしております。はい、今日ご紹介するのはこちらです。はい、じゃじゃーん。ワールドカップフランス2023のオフィシャルライセンスプロダクトなんですけども、日本開発商品ね。日本開発された商品のクリアファイル2枚セットでございます。はい、こちらですね、日本開発というのはですね、日本のメーカーさんが、ワールドカップからライセンスを付与されて日本で企画して製造して販売すると日本向けに商品になっております。で、今回そのいろいろ紹介したけど初めてっていうかメイドインどこだったんですか。これはむずいな。これすごい指紋ついちゃった。あ、チャイナブブーですよね。初めてっていうキーワードじゃあわかんないな。日本です。日本、ジャパンです。ジャパン製でございますね。こういうのはですね、日本で作ってもいいんですよね。PP、ポリプロピレンじゃないかな、素材はね、うん、で、今回初めてあれがついてない、タグがついてない、うん、代わりがこれだった。やっぱりこのシール、うん、ね、このシールが代わりを果たしてるよね。で、タグに書いてあった文言が全部ここにねプリントされて、前も言ったけど、こういうの作るときに一番大変なのは多分ね、これだったと思う。この紙に。これを作るのがすごく大変だと思う。もう分かる。見るからに。このデザインとかさ、うん、あとここのクリアファイルセット、クリアファイル2枚セットって書いてあるんだけどさ、はい、こういうところの文言とか全部チェック入るからね。うん、で、この下にこのロゴのオフィシャルライセンスプロダクトって書いてて、で、裏側にすると、ここにいろいろね、英語で書いてあるわけよ。これはどこがライセンス持ってますよとかって、服とかについてはタグ、はい、タグに書いてあった文言はここに書いてあるんですよ、うん、で、その横に販売元の、ジャスティスのところの名前が書いてあって、紙プラ、これ日本国内で流通ルールってね、リサイクル表示じゃないから、うん、これが紙で、あと外側にあった袋のプラですよっての書いてあるわけで、その逆側にこのバーコードと商品名が書いてあるんだけども、その上にこのやっぱりこれシールだし、ちっちゃな認証シールでね、これがだから前言ったけど、これを偽物作る人はほぼいないと思うけど、はい、っていうのも前からねつながりだと、なんで言い切れるかというと660円で販売されてるぞこれでこれ偽物作って何100円とかで売ったってさ、誰も儲かんねえっていうか、やる必要なくねみたいな話になっちゃうじゃん。だから多分こういうのは偽物は作られないと思うけれども、一応ね、認証シールが貼られていますよと。で、これで、偽造防止とかさ、偽物防止っていう観点からはやってるんだと思います。だから前言ったけど、変な話さ、これさ、クリアファイルってさ、今もどこでもって言うけど、今このインターネットの時代だったらさ、例えばイラストレーターとか、フォトショップとか使えなくても、うん、もう下手したらスマホでできちゃうからね。はいはい、撮った写真をここに載せる、ね、俺のこんな写真とか載っけたクリアファイル作りたければペペペってできちゃうレベルじゃん。クリアファイルを作るだけだったらさ、うん、簡単なわけじゃん。でそんなことよりもやっぱりこっちが重要だってことがやっぱり、ね、すごくわかるよね。このお金かかってんのかなと思ってこれ作るのにね、だから大変なんだなというふうには思います。で、660円かっていう可能性もなんかね、どうなんだろうって気がする。いいんじゃない。デザインはさ、もうなんていうの、こういうのってさ、アートパックみたいなのが渡されてて、これ以外のデザインできませんよみたいになっちゃってるわけよ。だからこの人たちのなんか、なんていうの、オリジナリティ出すとか出さないとかって、ちょっとね、厳しい世界なのかなっていうの思うけど、でもこれ、悪くないよね、うん。クリアファイルとして持ってたらさ、来年、じゃん、うん、ちょっとこれでどうですかって提案したら、おお、いいっすね、ってなるじゃん。こういうのあるよね。ただ、一つだけ、俺ね、うちもいろんな、なんていうの、ライセンス持ってて、いろんなクリアファイル作ってきたんだけど、実際自分が使ってみてオールブラックスのすげえかっこいいやつがあったわけよ、ポスターをクリアファイルにしたバージョンっていう、うん、で思うんだけど、私個人だよ、個人はいろんな書類をファイリングしてるんだけど、中が見えないと結構あれなんだっけこれ、そうそうそうって風なパターンは多い。だから結構透明なやつの方が使い勝手よかったりとかするよねっていうのはただだからこれは色は違うからいいけど、これをじゃあ2セット買った場合、同じこの青に入れた書類どっちだったっけっていうのはあれ開けてみないと。透明の方がいいのか。そう、ね、だからさ、使い道として本当にリアルにさ書類入れて使う人もいればさ、例えばうちはワラビーズもさ別線で出してもらって、ワラビーズのクリアファイル持ってるんだけど、ワラビーズカラーなんかさ
あんなさ、試合会場とかでこうやってやったらかっこいいよね。フラッグみたいに使えるじゃん、うん、なんかこう、うん、いけるじゃん。でこれそういうわけでもないから多分チームじゃないから、だからなんかまあでもプレゼントとか渡すときになんかこれ入れてたらちょっといいよね。あの俺はそんな気がする。こうまあかといって600円くらいいちいち請求書とか出すのにさ、これに入れて送ったらかっこいいけど毎回300円かかるかみたいなさ、これに、うん、ちょっとどうかなっていうのは、まあ、まあまあまあその皆さんのね、用途ですよね。だから例えばお子さん、俺うちのさ子供いるからなんか子供からのさ、なんかあるのよ、いろんな小学校とか幼稚園とか職員とか、はいはい、で先生に渡してねとかっていうやつをこれに入れてあげて、これで渡すとさ、お、何6秒やってんのみたいなさ、そんなだったりするじゃん、うん、そういう用途はあるなとは思っている、思っているクリアファイルに関してね、はい、で、まあまあまあいいんじゃない、唯一じゃないけどかもしれないけど、まあ出てくるけど、メイドインジャパンってのがちょっと俺は嬉しいよね。これを待ってたの。日本開発どうせするのはメイドインジャパンでやってほしかったなって個人的には思ってて、メイドインジャパングッズがあった方がやっぱいいなって思います。だってイコールほら日本の企業もこれで動くじゃん。うん。まあ唯一あるものかもしれないけど、どっかがこれに出張して作ってるわけでしょ。うん。そうすると日本のさ会社も動いてくるって、こういうことをさどんどんやっていかないと日本経済も上がらないからね。何でもかんでも中国で作ってればいいじゃないっていう気はしています。正直な話ね。なんで今回のこのクライファに関してはかなり。よろしいとか僕はすごいいいなと思ってますよ。はい。で、ここで2枚セットになって、ビニールになって販売されていますが、これも確か、そうそう、確かかなり入荷数は少ないんです。多くはないんですよ。なんで、まあね、どうしてもクレファイル欲しい方がいらっしゃらないかもしれないけど、ご希望があればですね、なるべく早めにですね、お問い合わせいただいたりとか、ご注文いただければというふうに思っております。はい。で、まあこれでずっと見ていただいている方は、なんかこういうタグとか気になっている人が多いと思いますので、ぜひこのタグのこの後ろから、ね、見ていただいてくださいね。ここにいろんなね、なんだろう、苦労が詰まってますからね。あとこれ、あそこ、やっぱりね、こう、そう見えないと思うけど、ここに最後に TM&C コピーライトね、トレードマークのコピーライトがラグビーワールドカップリミテッド2023ですよっていうのがちっちゃく書いてあるんだけど、これとかいい。これが入んないとまた問題になっちゃったりするからね。そういうところをね、細かいところを見ていただけると、よりですね、面白く、ワールドカップの方も観戦していただけるんじゃないかなというふうに思っております。はい、よろしければですね、各店舗が、まあ、ウェブの販売はもうちょっと先になるので、もしかしたらもうないかもしれないけど、各店舗の方にですね、お問い合わせをいただければというふうに思っております。では、